著名な経営者などから生きた経済を学ぶ毛沙手塾のコーナーです。さて、今日から始まる新たなシリーズはソニーグループの元社長平井和雄さんを講師に迎えまして、毛沙手平井塾としてお伝えします。かつて4年連続の最終赤字という危機的な状況でソニーの経営を託された平井さんは、6年間の任期中にですね、ソニーを復活へと導きました。今回の講義では、厳しい改革を進める中で平井さんがどのようなリーダーシップを発揮して会社を一つの方向へと向かわせたのか学びます。2008年のリーマンショック以降、業績が大きく落ち込んだ日本の家電メーカー。ソニーも2012年3月期には過去最大となる4566億円の最終赤字に陥りました。そんなどん底の状況でソニーの社長に指名されたのが、当時51歳の平井和雄さん。社長として経営再建に挑むのはこれが3度目でした。社長として初めて経営に挑戦したのはアメリカ。35歳の若さでゲームビジネスを手掛けるソニーコンピューターエンターテインメントの現地法人を任されたのです。当時アメリカの社員の気持ちはバラバラで、経営は混乱していました。平井さんはリーダーシップを発揮してチームをまとめ、アメリカでのビジネスを軌道に乗せたのです。2006年12月、今度はソニーコンピューターエンターテインメント本体の社長に就任します。その前の月に発売したプレイステーション3は製造コストが高く、売れば売るほど赤字が拡大。2007年3月期のゲーム事業の営業赤字は2323億円に達したのです。またも危機的な状況を託された平井さんはプレステ3のコスト削減を進めて黒字化を実現。ゲームビジネスをソニーの主力事業に押し上げたのです。そして2012年4月、過去最大の赤字に苦しむソニー本体の社長に就任します。ソニーを変える、ソニーは変わる、私は本気で全力で社員と一丸となって変えていきます。平井さんは就任当初より痛みを伴う改革だと宣言。聖域を設けず、パソコン、バイオや電池などの看板事業を売却しました。一方、長く赤字が続いていたテレビ事業では 4K の製品に集中。コストの削減も進めて11期ぶりに黒字化を実現しました。ソニーの2018年3月期の営業利益は7348億円となり、20年ぶりに過去最高を更新。お集まりいただきまして本当にありがとうございます。平井さんが社長を務めた6年でソニーは復活を果たしたのです。経営者として3度会社を再生させた平井さん、今回はその異端のリーダーシップについて学びます。それでは毛沙手平井塾を開講します。講師はソニーグループシニアアドバイザー平井和雄さんです。どうもこんにちは。どうもこんにちは。こんにちは、平井です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。毛沙手平井塾1次元目のテーマは超競争時代のリーダーシップ。講義を聞くのはリーダーシップについて考え始めた20代と30代のビジネスパーソンです。私はですね、今のビジネス環境、これ超競争のビジネス環境だっていうふうに言ってるんですね。技術の革新によってビジネスモデルが全く変わってしまったとか、他の業界からの参入他社が入ってくるとかですね、もう本当にいろんな意味での競争環境が激化してるんじゃないかなというふうに思うんですね。そういったですね、超競争の環境の中で社員の皆さんっていうのは
常にですね、やっぱり誇りと自信を感じながら、本当に高いモチベーション、これを保って、そして同じゴール、目的にですね、向かって協力をし合わなければいけないですし、恐れずにですね、いろんな議論をオープンにして、右だ左だ上だ下だっていうことをやっぱり議論する環境っていうのはちゃんと与えられなければいけないですし、何がどうあるか分かんない中でデジションしなきゃいけないですから、一定のリスクを取ってくださいという環境をやっぱり作らなければいけない。こういった環境を全てに求められるのが、モチベーションのリーダーシップということになります。モチベーションのリーダーシップ、はい、どういう意味っていうところがありましたらお願いいたします。そうですね、この会社のため、このリーダーのために頑張ろう、 120% 力を入れるんだっていうことをやっぱり皆さんが感じてもらえるようなリーダーシップ、モチベーションを上げるリーダーっていうのは、ある程度のチャレンジのところはやってみなさいって言って、どんどんやっぱ背中を押してあげる、場合によってはちょっと助けてあげなきゃいけない、でもやらせるっていうことがやっぱりすごい大事ですよね。一方で非常にハードルが高いような事業撤退だとか、まあ、いろいろチャレンジあるじゃないですか、組織を変えなきゃいけないとか、そういう時は自らがやっぱり進んでその状況の中に飛び込んでいく、でお前らついてこいっていうのやっぱり言わなきゃダメで、そういう時にみんな頑張ってねアドバイスするからって言ったらどう思われます？ちょっとやめてよ。そこでもう俺がちゃんと道開くからお前らもついてこいって言ってくれたらば、ちゃんとそれぞれのところでちゃんと貢献してくれるんですよね。平井さんが経営者の頃に辛い決断とか苦しい判断をしたご経験って？もうそれはいくつもありますけれども、事業の、縮小、事業の撤退、事業の売却、そういった社員に対するインパクトがあるようなことっていうのはやっぱりすごい悩みますし、難しい判断っていうのはやっぱりしなきゃいけないですけれども、これもやっぱり早くデシジョンしなきゃダメなんですよね。例えば事業の売却なんか、そこで仕事をしていた元々の仲間が、まあ、違う会社の社員になってしまう、これはもう本当にね、社長からしてみたらこんなに心を痛むことはないですよね。じゃあやっぱりちょっと判断今はしたくないから来年にしよう、再来年にしようって言って事業が良くなることはほとんどないんですよね。場合によってはちゃんとしたタイミングで判断しなかったから本体別の事業にも悪影響をもたらすかもしれない。心が痛むデシジョンほど早くするっていうのはすごい大事で、そのなるべくネガティブなインパクトを最小化するってことなんですよね。でそれは本当に私ももっともっと早くしなきゃいけなかったなっていう、事業の売却とか撤退とかそういうのやっぱりいくつもあったんで、もっと早く決めればもうちょっとやっぱり、マイナス要素が少なかったんじゃないかなっていうのはやっぱありますよね。続いて平井さんはいつもアウトサイダー、部外者だと感じていた体験について語りました。ちょうど小学校1年生に入学した頃なんですけども、うちの父親が銀行員でして、それでニューヨークに転勤になりまして、まあそれで実際ニューヨークに行きまして、英語は当然わからないし、ルックスもちょっと皆さん違うし、もう全く別世界に入って、それでまあ4年ぐらいニューヨークにいたんですけども、それでやっと母国に帰ってきたなと思ったらば、アメリカ帰りっていうことで、またこうアウトサイダー感がすごいあって、お前ちょっと英語喋ってみろよとか、バカって英語で何て言うんだよって、まあよくあるじゃないですか。そういうのでみんなと仲間とはちょっと違うっていうのをすごい感じて、でまたアメリカに行ったり、もう行ったり来たりずっとやったんですけれども、まあその後ですね、当時の CBS ソニー、今のソニーミュージックにまあ入社して10年間ミュージックビジネスの仕事をしたんですけども、結構慣れてきたなと思ったらば、今度はですねアメリカの、プレイステーションのビジネスの方に、移りましてですね、なんか数平井っていうのが来たけども、音楽ビジネスのことしか知らないからっていうんで、やっぱりこうお手並み拝見というかアウトサイダー感すごい味わってしまって、でまあゲームビジネスもすごい慣れてですね、で全世界のプレイステーションの責任者になって日本に帰ってきたらばですね、アメリカじゃなんか結構実績出したみたいだけど、全世界のプレイステーションのビジネスを真似するちょっとそれは違うんじゃないのって、またお手並み拝見アウトサイダー感を味わって、でその後ですね、ソニーの、経営に携わるようになるんですけども、そこでもまた、いや平井っていうのはなんかゲームと音楽やってるけども、経営とかエリックのこと全く分かんないんじゃないの、お手並み拝見アウトサイダー感っていう感じでですね、まあ、ずっとこのやっぱりアウトサイダー感っていうのは経験してきた。でも今振り返ってみると、その子どもの頃からそうやってマイノリティ感っていうのを味わったことによって、その人とどうコミュニケーションをするかとか、どうやって、人とこう同じ方向に向かって巻き込むっていうんですかね、そういうことをやっぱり
り考えさせられた、そういった経験体験だったなっていうのがあるので、考え方とか経営の哲学とかそういったところにも結局つながってるんじゃないかなというふうに思ってます。証券会社に勤める渡辺雄介さんは、アメリカで活躍した平井さんに憧れを抱いていました。留学していた経験があって、はい、やっぱり海外で働いてみたいなっていう気持ちはすごく強いです。で、平井さんはずっとアメリカで働いて海外で働く日本とはまた違ったなっていう点があれば教えていただきたいです。日本で生まれて日本でずっと育ってきた、男性の方々は全員とは言いませんけども常にマジョリティなんですよ。マイノリティ感を味わったことがない。で、その中で育ってってリーダーになっていくと結局マイノリティ感を味わったことないからどうしてもやっぱり EQ のレベルが上がらない可能性が結構あるんで、私なんかだからその小学生でアメリカに行ってやっぱりだから英語は分かんないけども差別用語だとかいろいろ言われたのぐらいは分かりますから、で別に誰も助けてくれないし言い返せないし英語できないから、もうやっぱりすごいアウェー感というかマイノリティっていうのはこういうふうに感じるんだっていうことをやっぱり自分で体験すると 100% は分からないけども全然それは分からない人間よりいいかなと私は思うし、アメリカでやっぱり仕事をしたからこそやっぱり強く思ってるのがアグリーとディサグリー、要するにあなたの意見は分かるしリスペクトするけども私はそう思わないけどもそれでいいですってやっぱり言えるか言えないかっていうのはすごい大事で、何事もですね全て 100% 論破してそれで私の方が正しいっていうふうに言ったところで言われた方の人間はどう思うかっていうとまたこれもちょっと意見は高くないなと私なんか思ってるし、違った意見持ってていいじゃないですかってやっぱり言えるかどうかってやっぱすごい大事ですよね。まあ、よく言うんですけども留学されてってよかったんですけども、なるべく早い段階でやっぱり留学してみるとか海外に行ってみるだとかそういったアウェー感を感じるような環境に自分を置くっていうのがこれはやっぱりすごい大事じゃないかなと私は思いますけどね。不確実な中での競争っていうのがどんどん出てくる中で自分自身がよりこう先頭に立って道を切り開いていかなきゃいけないっていう場面が絶対来ると思うので、まあ、今日平井さんがおっしゃった内容っていうのはもう本当に実践できるレベルにまで身につけていきたいなっていうふうには思いました。ということで、この申立平井塾ですが、テレ東ビズでは今回の1次元目の講義の完全版を配信しています。また来週の9日金曜日に放送する予定の2次元目ではモチベーショナルリーダーになるための5つの条件を学びます。平井さんは仕事ができる人が必ずしも良いリーダーになるとは限らないとして正しいリーダーシップの在り方を伝えます。次回もぜひご覧ください。以上、申立塾のコーナーでした。